皆さんこんにちは。今回も安価で面白いゲームを紹介していくぞ。今回は宇宙オープンワールドサバイバルゲーム、バレアテドゲを紹介していきたいと思います。読み方はわかりません。ブレスエッジかな？翻訳かけたらそう出てきました。意味は知りません。このチャンネルでは安価で面白いゲームを紹介していきます。よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではこのゲームの特徴を簡単に紹介していきます。まずこのゲームが目指しているものがあの海サバイバルゲーム、サブノーティカです。サブノーティカもかなり面白ゲームですのでおすすめしたいのですが、こちら3500円ですのでこのチャンネルの趣旨に合わないので紹介しません。気になった方はサブノーティカで自身で調べてみてください。サブノーティカの舞台が海で、このブレスエッジは宇宙。海も宇宙もどっちも未知なことが多いですからまあ似たようなもんです。ブレスエッジのお値段ですが2570円です。セールでもっと安くなる可能性があります。ウィッシュリストに入れておきましょう。一つこのゲームの注意点があります。それはサブノーティカほど自由度は少ないです。宇宙が好きでほどほどにクラフト要素が好きな方には刺さるゲームだと思います。レビューもご覧になって気になった方は購入しましょう。大体おすすめと好評になっていますが、若干メタい発言やブラックジョークがあるのでそれも楽しめるかどうか。それと、致命的なのが字幕が小さく読みづらいこと。この辺は後で見てもらいましょう。録画した日はもう2から3週間前で、すでにこのゲームはクリアしています。ボリューム的にはストーリークリアで30時間ぐらいでしょうか。難易度が選択でき、ストーリーを追いたい人などは簡単モードがあります。スタンダードでもそこまで難しくありませんでした。死ぬこともそんなになかったです。まずはムービーから始まります。あらすじを言うと、乗っている宇宙船が謎の爆発。宇宙で遭難するんですがそこから生き延びるためにクラフトなどしながら救命を待ちます。そしてなぜ宇宙船が爆発したのかの謎にも迫ることになります。あ、字幕読みづらいでしょう？もう少し大きかったらいいなと思った次第であります。この宇宙船に主人公が乗っています。惑星間特別急行客船と書いてあります。ということはこの時代はもういろいろな惑星に行ける技術があるってことですね。我々が住んでいる地球がある太陽系ではない違う銀河なのかもしれませんね。ということでここからゲームスタートです。奇跡的に生きてた主人公、このままではガシか酸素がなくなって死んでしまうので何か対策を打たないと。UI はとてもわかりやすく、左下に食料、水分、呼吸とあります。それらどれか一つでもなくなると赤い HP ゲージが減っていきます。それがなくなると死に至るわけです。なのでこまめに飲食をしていきましょう。まず通信機で助けを呼べないか試してみましょう。はい、壊れました。で、通信機を直して助けを呼ぶと。あ、こんばんは。私の名救命シャトルが送られてくるそうです。やったね。到着時間は4369年後だそうです。まあこんなの待ってられないんで助かる方法ないかこの辺調べてみましょうか。このシャトルから出ると宇宙を探索できます。宇宙には色々なものが漂っていてそれらを回収しクラフトし物を作っていきます。とにかく初めは何でもいいから回収できるものは回収しときましょう。一人称視点で、しかも地面がなく上下左右行けることからもしかしたら酔ってしまう方もいるかもしれません。急動したら酔わなくなりますか？慣れましょう。
海外のゲームは一人称視点のゲームがとても多いです。慣れておくと楽しみが増えますよ。さて宇宙をさまよっている間は呼吸ゲージがなくなっていきます。約1秒に1ずつ呼吸ゲージがなくなっていくので、75秒の間で回収し帰らないといけません。酸素を補給できるものや、酸素ボンベを大きくし最大値を上げるものなどクラフトしていき、改良していくともっと長い時間探索できるようになります。シャトルに戻り回収したもので何か作れないか試してみましょう。宇宙に漂っているもので食べ物を作るってなんか抵抗ありますが死ぬよりかマシですね。あ、ちなみに宇宙の気温はマイナス270度と言われておりますので、食べ物とか水とか凍ってしまいそうですね。さてスクラッパーという長い棒をクラフトしました。これで物を壊せるようになりました。スクラッパーを装備し振り回します。まあゲームですからねあれですけど、宇宙ではこんな音は聞こえてこなさそうですが、カンカン言っております。何回か叩くと壊れて回収できるようになります。いろいろ壊して素材にして回収しましょう。スクラッパーには耐久度があり何回か使用すると壊れてしまいます。スクラッパー以外にも装備品がありそれがないと回収できない素材があります。いろいろ作ってみていろいろ回収しましょう。呼吸が75秒までしか続かないと遠くまで探索できません。酸素を補給できる何かを作り出さないといけません。この宇宙船残骸の中には酸素ステーションと言われるものがありました。この酸素ステーションの仕組みを理解しクラフトできるようにします。ということで必要な素材を集めて酸素ステーションを作りました。この酸素ステーションはその場に酸素を補給できる設置型酸素ボンベです。酸素は500入っており、この酸素ステーションをいろいろの場所に設置しておけば遠くまで探索することができます。クラフトできれば何個も設置できますので素材があればまず作っておいて損はないです。というか、これだけ作っておけばいいレベルです。さて探索し回って宇宙服の改良も終わりました。これで放射線もある程度は耐えられるようになり、より遠くまで行けるようになりました。これでどこまで行くかというと、右上にタスクが書いてある通り退去地点に向かいます。その退去地点に向かうにあたり、宇宙服の改良が必要だったわけです。右下にあるゲージが放射線ゲージ。これがいっぱいになると HP が減ってしまいます。宇宙には宇宙放射線ってのがあり、苦戦ガンマ線などの電磁波。陽子、中性子、電子などの粒子線を浴びてしまいます。たくさんの宇宙放射線を浴びてしまうともちろん死んでしまいますので気をつけてくださいね。各地に酸素ステーションを設置しておりますので、酸素を補給しつつ退避地点に向かいます。退避地点までは約2キロあります。宇宙での2キロってどうなんやろね。宇宙では真空に近いので摩擦があまりないのでスピードは落ちません。人が歩くスピードは約時速4キロ。なので2キロだと約30分。宇宙だとどうなんでしょうね。とにかく、早く宇宙旅行や惑星旅行してみたいですね。生きているうちにはまあ、無理だろうな。まず移動速度の問題よね。ところで地球に一番近い惑星はどこの惑星でしょうか？こちらをご覧ください。惑星は基本的には太陽を中心に回っているんですが、一番近づくと金星が一番近いようです。最近だと水星が一番近いと言われてるみたいですね。金星まで約4200万キロメートル。地球の引力を脱出して、他の惑星に向かうためには秒速11キロぐらい必要みたいですね。秒速11キロで計算しますと、まあ約50日間で金星に近づきます。これは金星が動かない前提としてですが。まあ何にせよ、莫大な燃料が必要になるのでまだまだ現実的ではないような気がしますね。ここから先は凍結の危険性ありということで、先ほども言いましたがマイナス270度の宇宙。このゲームでは凍結してしまうと死に至るので、アルコールを摂取することにより凍結を回避できます。酒を飲むと体が温かくなるのを利用し凍結を防ぎます。ちなみにお酒は、適度であればリラックス効果、血行促進する効果があると言われています。お酒を飲んだ後は体温が上がりますが、その後急激に下がります。眠気は体温が下がる時に訪れるので、お酒で寝入りが良くなるのは確かです。ただ、睡眠の質は良くなってはいないのでそこは注意です。酸素補給と暖を取りつつ目標地点まで行きましょう。
酸素ステーションをあらかじめ作っておいておきました。目標地点まで残り933メートルです。凍結が進むと画面に氷がついてきます。その前にアルコールを摂取して体温を上げておきましょう。どんだけ強いアルコールなのか画面がぐにゃんぐにゃんになりました。水分値も減るので注意しましょう。The captain's bridge is detected ahead. The evacuation should be led from there, but there are no signals or movement detected in this area. Probably everyone. 主人公以外ほぼ全滅みたいですね。どのぐらい乗っていたのか不明ですが。紆余曲折ありまして目的地に着きました。ここからさらにクラフトするものが増え、素材も増え、タスクも増えていきます。しまいには宇宙船なども操縦することになります。ここまででようやくチュートリアル終了です。私は3時間ぐらい宇宙をさまよい、積んで、新しく始めて1時間ぐらいでここまで来ました。資源は有限です。適当に作っていたら気づいたら必要なものが作れず最初から始めることになりました。とにかく、遭難した宇宙で生き延びてくださいね。というのがこのゲームの趣旨。オープンワールドサバイバルと言ってますが基本一本道。それでも楽しめそうという方はぜひ遊んでみてください。個人的には結構楽しめました。ただブラックジョークやメタ発言は面白くないです。現実の宇宙はこんな感じなのかと思うこともありますがそれはゲームですので。ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。まだまだ紹介したいゲームたくさんあります。忙しく動画を上げる頻度は少ないと思いますが温かく見守っていただければ幸いです。ゲームをしたいから編集がめんどくさいって？当たりです。では次の作品でまたお会いしましょう。さようなら。